農林水産業の振興に貢献した団体や個人を顕彰する第24回愛媛農林水産賞の贈呈式が27日松山市大手町1丁目の愛媛新聞社で行われ、優秀賞と奨励賞に選ばれたそれぞれ3団体を表彰しました。この賞は愛媛の一次産業の振興を図ろうと愛媛新聞社が1992年から毎年実施しています。今年は優秀賞に松山市の JA 松山市熊高原トマト部会、内子町のカラリ直売所出荷者運営協議会、内子町女性林権グループ山桃を選定しました。前回までの新人賞に代わり創設された奨励賞には、宇和島市の県認定漁業士協同組合、西条地区青年農業者連絡協議会果樹実践班、今治市の農事組合法人立花を選びました。式では愛媛新聞社の土井秀夫社長が受賞者に賞状を授与しました。受賞者を代表し、JA 松山市熊高原トマト部会の渡辺進部会長が謝辞を述べました。産地を継続していくことが農地を守り、地域、農業を維持発展させるものと考えております。私たち受賞者は、本日の受賞を励みに、愛媛の農林水産業のますますの発展のため、微力ながら引き続き尽力いたす決意であります。愛媛大学農学部の岸田太郎教授による大学発新しい機能性食品開発モデルの試みと題した記念講演も行われました。